地球上のスパークドールズの多くは日本海溝付近で確認されているんですよ。被害が拡大する前に何か手を打たないと。日本とその周辺海域の怪獣出現率は他の地域の平均に比べると87倍です。ただしに民間人を救出、被害を未然に防ぐぞ。ごめんな、ここはお前のいるべき場所じゃないんだ。助ける強さを持っていられるか。でも一人では動けない時あるよ。だから僕と自分信じて掴もう。友よ、いざユナイト。星の彼方に舞い上がれ。大地形が出るって言うから家賃安くしてもらっちゃったけど、あら悪かったかしらね。お化けなんているならママも見てみたいわ。無事回収しました。このスパークドールズもかなり不安定ね。ダークサンダーエナジーの影響だと思われます。発見が遅れて実体化していればまた多くの犠牲が出るところでした。せめてあの稲妻の到達点が予測できれば。ラボで調査お願い。了解。どうしたの？あの怪獣の特殊な細胞がダークサンダーの飛来子になっちゃうみたいだし、もしかしたら博士にも落ちてくるんじゃないかって待ってんだ。博士に落ちたら今よりもっと頭良くなるんですか？これ以上は無理だろう。もっと食いしん坊になっちゃうとか。これ以上は無理。あの結局まだ何も分かってないってことですね。つまり回収してないスパークドールズが人間居住区に残ってたら相当ヤバいってことっす。
あなた誰？ピグモンっていうのね。ピグモン、一緒に遊ぼう。はい。いいね。いただきます。いただきます。いまーす。ねえママ。ん？あのね、さくら、お友達ができたんだよ。あら、よかったわね。その子、怪獣でね。そう、怪獣。東京でね、また出たんだって。やっぱり田舎に引っ越してきて正解だったわよ。怪獣って、悪い子？そうね。人を襲うなら、悪い子なんじゃない？襲うのか。ママだったら番犬にしちゃう。お家で飼えるの？人を襲わないなら番犬にはならないか。あ、さくら！
ヤワイ、多々良町に怪獣出現。住民からの通報によるとタイプ G と思われます。人的被害は？報告はありませんが、ショッピングモールが襲撃されたとの情報が入ってます。ジオ、出動。了解。すいません、ジオです。ちょっと通ります。通してください、ジオです。あんたら押せよ。これがタイプ2。一応二本足か。大丈夫？こいつ子供を襲ってやがったんですよ。違う、ピグモンは悪い子じゃない。さくら、襲われたんじゃないの？ピグモンはそんなことしてない。この子知ってるの？さくらのお友達だよ。さっさと処分しろよ。怪獣なんているだけで迷惑なんだからよ。皆さん落ち着いてください。確かにピグモンだな。シドニーやルクセンブルクで何頭か目撃されておる。あった、うん、ピグモンなら人を襲ったことがないはずだよ。友好的怪獣ナンバーワン。15年前のウルトラフレアで突然目覚めたんだろう。近くに仲間もいない世界で一人ぼっちだ。人恋しくなっても無理はない。かまってちゃんなんだ。大地、人間はなぜあんな無害な怪獣まで怖がるんだ？自分と違うものを簡単に受け入れられないんだよ。ではジオで保護するのか？まずは生息域に戻すことが基本だよ。でもあの子と一緒にいるのがいいかも。だって二人の心はつながってるんだ。しかし人間と怪獣は本当に友達になれるのか？自分たちの役に立つかどうかで共存する生き物を選ぶんだろう。俺は全ての命と共存できる道を探す。地球は人間だけのものじゃないから。出たー！助けてくれ！みんな待って！待って！ピグモンは悪い子じゃないの！すいません、すいません、すいません。どうしていきなり？ガオフィクションを起動します。解析中。解析完了しました。脅威、恐怖。オビエトの野生動物は攻撃的になるってこと？違う、この子は守ろうとしてるのかも。守るって何を？肩の毒だぞ。怪獣はこれが捕まってないよ。ちょっとやめなさいよ。やめてください。みんなを遠ざけようとしてたんすね。
です。あとは任せろ。サンダーエナジーのせいだ。サイバーベムスターロードします。サイバーベムスターアーマーアクティブ。キングゲスラちゃんの弱点はあった。背びれを狙って。遊ぼうよ、ビガモン。
何やってんだよ。もう救護班まだかよ。もういいから急いでくれよ。すまなかったな。15年前のウルトラフレアで目覚めたピグモンはずっとさくらちゃんのような子供たちの友達だった。彼らが去ってまた一人ぼっちになってもずっとここで友達を待っていたんだ。また明日な。またね。また明日遊ぼうね。さんと渡るさんが恋のライバルに。そんな時に現れた宇宙化け猫ムーン。こいつがやってきた理由は一体なんだ。さらにレッドキングまで現れて、もうどうなっちゃうんだ。次回ウルトラマン X 渡るの恋。